けでキングコング西野さんが原作脚本総指揮の映画煙突町のプペルを見てきました。まあ、いろんな意味でですね話題になっている映画なんですけれども、実際のところがですねどうなのかはネットニュースとか見てると分かんないので、どんなもんじゃいと思って見に行ったわけです。ご存知の方のためにですねご説明しますと、まあそのいろいろ発言がですねいちいち炎上するキングコング西野亮廣さんの映画ということもあって、ファンの方はめちゃくちゃ絶賛するし、逆にアンチの方はボロクソに叩く、そんな評価が分かれてるっていうか、まあアンチの方は見ないで叩いてるわけですけど、ファンの方の高評価だってねきっと偏りがちな見方というか贔屓目の評価になってるんじゃないかと思って、なんかファンの方は2回3回見に行ったことを2プペル3プペルって言うらしいですよね。午前中にこの映画を見に行くことを朝プペルって言ってみたりとか、この映画を絶賛している人がなんか似たような系統の人ばっかりとか、巷のネットニュースではそんな情報ばかりがね、こう伊藤ちゃんの方に、奇妙な情報ばかりが伊藤ちゃんの方に入ってくるので、実際どうなのよ、情報に惑わされず、ならば自分の目で確かめてみるのができるやつだ。もちろんお一人様で1プペル獲得、ほっとけよ。ネタバレなしで早速見ていきましょう。煙突がたくさんあって煙だらけのこの町では、煙の向こうに青い空があることも輝く星があることも想像することが許されない。そんなことを言う人間は周りから嘘つきと笑われて異端者だと裁かれる。そんな世界で星を信じ続けた少年がいたっていうストーリーね。伊藤ちゃんが気になったことをいくつか挙げさせていただきますと、芦田愛菜がすごい。主人公のルビッチ少年の声を演じたのが芦田愛菜ちゃんなんだけど、これはですねご覧になった皆さんの共通の感想だと思うね。芦田愛菜この子本当にすごかった。芸能人が声優を務めたやつっていうのはなんか違和感あるじゃないですか。なんつうかな、声量が足りなかったりだとか、なんか言葉尻になんか頑張ってる感が出ちゃうとかね。でもね、芦田愛菜ちゃん本当にそういうのがなくって、こうなんつうかな、演技に迷いがなくって見事にやりきった感じ。そこまで感動ものじゃない。岡田斗司夫さんがこれは見るものを感動させるために作られた感動ポルノだといえば、ホリエモンさんが4回泣きましたとか言ってましたけど、確かにですねそういう感動ポイントはあったんですけど、意外とねちっこくないというか、感動をゴリ押しっていうわけじゃなかったね。僕みたいな感性がカスカスの人間からすると、4回も泣くとこあったかっていう感じ。ほらさ、そういう映画あるじゃないですか、その感動のシーンがやたら長い映画ね、見てる人が泣くまでこのシーン続きますみたいな。それに比べてこの映画はその感動シーンがあるんだけど、さらっとほどほどでね、そのさっさとストーリーが進んでしまったっていう感じ。自己啓発要素は確かに強い。さっきちょっとあらすじを説明しましたけど、そのあらすじからもうなんとなくメッセージ性っていうのは伝わってくるじゃないですか。周りに何と言われようと信じたものを貫けとか、常識を疑えとか、現状を打破しろとか、はい正解です。そのままですね、その高い煙突低い煙突、上を見ろ下を見るなとかね、などなど、その自分を高い段階へ持ってくみたいな、そういったメッセージがちょいちょい出てきます。このメッセージ性がいとも簡単にビンビン伝わってくるんですよ。でなんであっさりこう伝わってくるのかっていうと、そのストーリーでそのメッセージ性を伝えてるのじゃなくて、その熱いメッセージをセリフで言っちゃうんですよ、登場人物が。その言葉にあっさりと言っちゃうもんだから、それをもしかしたら浅いと感じる人もいるかもしれないし、宗教臭いだとか詐欺っぽいとか思う人もいるかもしれない。原作は絵本だから。これですねネガティブなことじゃないですよ。むしろこの作品をネガティブに捉えてる人たちに言いたいこと。話の中でさ、そこおかしいじゃんとか、つじつまが合わないとか、なんでそうなったのか話の流れとして説明できてないとかいうことはごもっともなんですけど、でもこれ絵本じゃないですか、もともと原作がね。ツッコミどころ上げ出したらですね、それキリがないでしょうが、なんで桃太郎は桃から生まれるんですか、かぐや姫は竹の中から生まれてくるんですか。それでもですね、この作品はなんでこの煙突黙々の街になってるのかっていうのを、まあ、一応背景をですね説明するシーンがあるんですよ。そういう世界だからっていうことで済ましちゃうんじゃなくて、一応なんでそうなってるのかっていう説明シーンもあったので、まあその辺のね、なんかそういう設定の部分っていうのはまだ説明できてる方だと思うんですよね、この作品は。もちろん絵が綺麗ですよ。スタジオ4度 C が作ってるのでそれは当たり前なんですけど、スチームパンク的な世界観っていうのはね、割と僕大好きですね。ということでですね、映画煙突町のプペルの僕の総評をですね発表してしまうと、ファンの方が絶賛するほどでもないし、アンチの方が悪く言うほどでもない、言うならば本当に普通のいい映画でしたよ
普通のいい映画ね、小さなお子さんも含めてですね、その家族みんなで見るっていうのもありなんじゃないですかね。あとはその若い人ほどそのメッセージ性ね、その自己啓発的なところに刺さりやすいと思うので、なんかやっぱり若い人ほどその評価が高いのかなとか思いました。でこれをですね人に勧めたいかどうかっていうと、ネットプロモータースコア注文があってだな。ネットプロモータースコアとは顧客の愛着心を数値化したもの。よくアンケートとかにこういうやつあるじゃない、これこれ、あなたは映画煙突町のプペルを友人に勧めますか、0から10でお答えくださいっていうやつね。ですね、こうやって度合いで考えると僕は6ですかね、まあ、どっちでもないんだけど、普通って僕言ったようにどっちでもないんだけど、さっき言ったように絵も綺麗だし明日マナすごいし、家族連れで見に行く人には勧めてもいいかなっていうことで5じゃなくて6。ネットプロモータースコアでは0から6を批判者、7から8を中立者、9から10を推奨者とし僕批判してないけどね、たくさんアンケート結果を集めてその推奨者の割合から批判者の割合を引いて算出します。アンケート結果で9点10点をつけた推奨者が 25%、 6点以下の点数をつけた批判者が 40% だとしたら 25-40 でネットプロモータースコアはマイナス15で、このネットプロモータースコアってめちゃくちゃシンプルなのに、引き算だけだからね、めちゃくちゃシンプルなのに他のどの顧客満足度調査よりも顧客の愛着心を表すし業績に直結するよねって注目されてるわけだ。そんでこのアンケートの続く質問、なぜそう思いますかっていうのは何よりも顧客の声を反映しているとも言われています。ちなみに日本の業界別に見ると平均がこんな感じ。そんで優秀企業のネットプロモータースコアがこちら。すごい。これでその人に勧めるかどうかっていうアンケートの聞き方がもう絶妙に良くて、お勧めするからには勧める側の責任ってあるじゃないですか。適当にお勧めなんかできないもんね。そのよっぽど気に入ってないと人に勧めるなんてことはないと思うんですよ。それでもお勧めしてくれる推奨者っていうのは生涯を通じて企業にもたらす価値が批判者のおよそ 2.4 倍、信者を増やしアンチを減らすっていうのは業績と強い相関関係にあるのでめちゃくちゃ大事っていうことです。伊藤ちゃん信者待ってます。だからプペルを他人に勧められるかっていうと、もういいよ。なんかネット記事で2プペ3プペって面白おかしく記事に書かれてる記事が書かれてることもあって、変な偏見がある人もいるだろうし、勧めるとなったとしてもそこにちょっとね抵抗がある人も、抵抗があるっていう人もいるかもしれません。でもそれがその世間のキングコング西野さんのイメージがそうさせてるのだとしたらもったいないよね。ということで結局進めないっていう煙突町のプペルを見に行ったっていう感想とネットプロモータースコアのお話でした。このマイプロジェクト TV やできるやつの考え方やテクニックを休み休みダラダラとご紹介しています。ぜひとも他の動画もご覧になってみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。